昨日から開催されております関東インカレですけれども昨日は初日男子1万メートル決勝と女子1万メートル決勝が行われましたので振り返りますまず最初に行われましたのは女子1万メートル決勝注目の拓殖大学4年生不ワセ衣ラ選手は33分40秒20で9位という結果でした、まあ、復活のレースとなりまして33分40秒というものは 1>, まあ1キロあたり3分22秒平均ということで、まあ、ペースはねそんなに悪くないですし国士舘大学記録会の 5000m も3分20秒ぐらいで走ったということで、まあ、あの時のペースで倍の距離走れているということで、まあ、急ピッチで仕上がってきているのかなと思いますレース展開にしてもあの本当に序盤はすごい良かったです予想通り大東文化大学のワンジェル選手が独走で日本人集団と分かれたんですよねこれも まあ予想通りだなと思ったんですけれどもその日本人選手の集団からも不破選手は遅れましたでもねこれもあのスタート直後ということもあってマイペースでねかなりいいなと思ったんですよスタート直後っていうのはどうしてもペース早いですからそこに無理してついていかなかった不破選手っていうのはやっぱりクレバーだなと思ったんですがまああの序盤一気に追いついてしかもその集団の先頭に躍り出てしまったということでここで、ね で前を行く集団を一気に追いかけて追いついて追い抜いて先頭に躍り出てしまったということでちょっとこれがねかなり無駄な動きだったんじゃないかなとあの個人的には思ってます、まあ、そこでキックも使ったしかなりスタミナをね追いつくのに使ってしまった感じはあったかなとそこはやっぱり冷静にえまだあの1の0万メートルというと25周あるんでまあ1周あたりちょっとずつ詰めていってまあ終盤追いつくぐらいの関係でも良かったのかななんて思ったりもしました あとは、まあ、やっぱりです、ね、あのピッチとストライドがまだまだかなと感じましたピッチに関しては不破選手ってストライドも広いんですけどピッチも、ね、かなりは早いんですよただやっぱ今回は設置がとにかく長かったですね地面についてる時間がとにかく長かったです不破選手というのはフォアウッドじゃなくてかかと設置ですから、まあ、足の裏全体の力を使って推進力を生み出していくんですけどその設置の時間がとにかく、ね、長いんですよね あとはストライドが弱かったと、まあ、もっともっとね跳ねるようなね走りができるんですけれどもちょっとそれができなかったっていうところが、まあ、これは故障分けですから仕方ない部分かなというふうに思いますけれども、まあ、ピッチもストライドもまだまだこれから、まあ、本調子はこれからなのかなというふうに思いますあとはまあ8位までが賞状をもらえるということで8位までは入賞ラインなんですが9位ということでこれもねまた一つ試練を与えたのかななんて思ったりもしましたけれども まあしっかり完走することができて大学最後の関東インカレーが終わったということで、まあ、このあとはね女子1万メートルを全体的に振り返りますけれども不破選手は9位という結果でした、まあ、ピッチがちょっとね設置がとにかく長いのは気になりましたね地面にもうすぐ返していかなきゃいけないんですけれどもちょっとここで止まってる時間が長かったっていうそんな印象があった女子1万メートルの不破選手の走りでしたえ続いて女子1万メートルのねの決勝なんですけれども 優勝を果たしたのは大東文化大学の2年生サラ・ワンジェル選手が32分02秒87大会新記録ということで、まあ、これはちょっとね私事前予想通りサラ・ワンジェル選手が抜けてるなと感じましたけれども、まあ、本当にスタートから独走だったなというふうに思います誰もプレッシャーをかけなかったっていうのも一、まあ、つこう結果につながったんじゃないかなというふうに思います準優勝は城西大学3年生の高橋選手 高橋選手33分29秒22ということでラストスパート合戦にも勝って見事準優勝ということでまああのポジションもかなりいいとこ取ってね走ってたなというふうに思いますまあ、城西大学はこれから振り返りますけれども8位入賞までの中に3名の選手がね、えー、しっかり入っているということで城西大学のチームとしてもね素晴らしかったんじゃないかなと思います3着は2年生の 長嶋選手、城西国際大学の長嶋選手が33分30秒28で3着、そして4着はアジア大学4年生の高橋選手が33分31秒55という結果となりました、まあ、4年生、メダル取ってほしかったなと思ったんですけど残念ながら4着ということではありますが入賞を果たしましたそして5着は城西大学2年生の白木選手33分34秒01。 そして6着も城西大学3年生の金子選手が33分34秒79ということで城西大学は、ね、活躍が目立ちました7着は大東文化大学4年生の四本選手が33分35秒79まあ四本選手もかなりいい走りでしたね不ワ選手と比較してもやっぱり跳ねる力も大きかったですし設置が短かったですね設置,の設置の時間が短かった、まあ、そんな走りだったんですけどラストスパート合戦で敗れてしまって7着 そして8位は日本体育大学4年生の島田桃子選手が33分38秒86という結果となりました、まあ、島田選手も2年前の関東インカレでは1万メートル銅メダル取ってるんですけど今回はねちょっと島田選手も先頭を引っ張る日本人選手の集団に対してで、ね、先頭を引っ張ってる場面がね島田選手があってやっぱ力使ってしまった感じはあったのかなと思います、まあ、4年生が苦戦した一方で下級生が活躍した 女子1万メートル決勝となりました続いて男子1部1万メートル決勝を振り返りますけれども東洋大学4年生となりました石田康介選手が28分08秒29で6位入賞となりました復活の激走6位入賞石田康介選手27分台が見える力強い走りが戻ってまいりました。まあ、あの石田選手に関しては 腰ですね腰に力が入ってるんですよいい時の石田選手というのは腰の位置がとにかく高くて落ちない腰が引かないような走りができるんでビシッと体幹が座ってるような本当にいいフィジカルを持った、まあ、中学生の時からああいう走りだったんですけれども中学生離れした走りが大人になってただちょっと、ね、腕振りが、ね、変わってるような感じがありましたよねあの腕振りも、ね、ものすごい力をぐっと入れて走ってるような、えー、そんな印象だったんですけれども き、まあ、昨日の関東インカレの1万メート m 腕振りはすごい楽に走ってた、そんな印象があって、長い距離にだんだん、ね、フィットしてきた、東洋大学らしい選手になってきたなというふうに感じました、だから腕振りの、ね、上半身のなんか強さっていうよりは、上半身は、ね、ちょっと絞れてるなというふうに感じましたけれども、今シーズンは駅伝だったり、箱根も、ね、走ってくるんじゃないかなと思わせてくれるような、まあ、そんないい走りができたんじゃないかなと思います。 そして、この後は、男子一部一万メートル決勝、結果振り返ります。<て>男子一部一万メートル決勝振り返りますけど、山梨学院大学のジェームス・ムートク選手が二十八分ゼロ二秒二九で見事優勝ということで、まあ、さすがでしたね。準優勝の平林選手、二十八分ゼロ三秒一三。城西大学四年生、城西フィーバーがね、箱根終わってもまだ続いているということで、非常に素晴らしい走りを平林選手見せてくれました。そして、チームメイトの。 城西大学3年生、ビクター・キムタイ選手、駅伝でも大活躍のキムタイ選手に勝って準優勝、キムタイ選手は3着ということで城西大学が2位、3位ということでさっき女子振り返りましたけど女子も男子も1万メートルは城西大学が上位を占めてきたということで素晴らしい活躍となりました4着には中央大学3年生、ため池一太選手が28分07秒82、ため池選手も冷静に走りまして安定した力を見せてくれました。 5着には東海大学3年生、花岡久也選手28分08秒26、花岡選手は優勝した山梨学院大学のジェームス・ムトゥク選手にね最後まで食らいついた日本人選手、ただそれが食らいつきすぎて失速につながってしまったということでまあ失速も最小限にとどめたんですけどラスト残ってなかった感じはあったのかなと思いますそして6着が東洋の石田選手復活の走りで関東インカレ入賞。そして7着には 東洋大学4年生小林選手が28分12秒ということで東洋大学はね、6位7位と得点を獲得まあ短距離も強いですからね、えー、非常に面白い関東インカレとなりそうですそして8着には順天堂大学1年生の玉,玉上選手が28分13秒67まあ本当に面白いね、ベスト8だったんじゃないかななんて思ったりもしております続きまして男子2部1万メートル決勝を振り返りますが青山学院大学3年生黒田朝日選手が27分52秒02 再位入賞を果たしました。日本人トップの再入賞。まあ、本当に天才ランナーと黒田選手。常々、このチャンネルでは伝えているんですけれども、本当に天才ランナー、ここにありという走りとなりました。エース、申し分ない走りで、青学史上初の二十七分台をマーク。立派な走りでした。まあ、最初ピストロの合図が鳴ってから。もうさ最初の二百メートルが三十秒、三十一秒ぐらいで通過するような。暴走気味な、えー、ハイスピードで。 前半でんんですよね 400m は65秒通過ということでここでねようやく落ち着いてきたんですけれどもそして先頭が麗澤大学のデイビッド選手に譲ったんですが、まあ、その後でも、ね、いいポジションを黒田選手ずっと保って、まあ、最後しっかり勝負して27分台で再銅メダルということでしかも最初前半思いっきり突っ込んだのでもう本当にね集団が。 集団を引き離すというか集団を崩す走りができたっていうのが本当に黒田選手の強みなのかなと思います、まあ、みんな冷静に走るよりはやっぱり勝負の世界でもありますからライバルをそぎ落としていくっていうのを自分で役割として果たして、まあ、終盤1人の場面もありましたけれども27分台さすがですよね、まあ、黒田選手は本当に走り見れば分かるんですけどこうやってねこっちがす、ね、進行方向だとしたら 前傾を保ちながら走っていくんですよね。前傾を保ちながら走っていくと。前傾を保ちながら走っていく。でも、崩れない。でも、反らないという。腰は反らない。ずっと前傾を保つということで、まあ、非常にいい走りというか、まあ,あ、本当に体重移動がスムーズに行われているような感じがしましたよね。素晴らしい走りとなりまして、青学史上初の27分台、もうスーパーエース誕生と言っても過言ではないのかなと思います。 素晴らししい走りりとなりましたそして最後は男子2部1万メートル結果を振り返ります優勝を果たしたのは冷卓大のデイビット選手が27分41秒11で見事優勝準優勝は創価大学のムチーニ選手2年生のムチーニ選手が27分41秒52ということでムチーニ選手もね素晴らしい走りを見せてくれました3着は先ほど紹介した黒田朝日選手が27分台青学史上初の27分台で銅メダル獲得 4着は帝京大学の山中選手が28分04秒27分台目前となる、まあ、山中選手も、ね、足の開始がすごい綺麗というか早いですね設置時間がものすごい短かったですだから本当にいい走りができてたそんな印象があります5着は実績のある上武大学3年生のパトリック選手6着は日本薬科大学のデニス・キプルト選手が28分09秒72で6位入賞 そして7位、久しぶりの日本人選手が創価大学の吉田響選手。創価のエースにはふさわしいと28分12秒01、素晴らしい走りを見せてくれました。そして8位入賞を果たしたのは国学院大学3年生、青木瑠衣選手という結果となりましたけれども、まあ、国学院大学も、ね、前半思い切っ,って勝負いった、そういうところも見受けられましたし、8、9、10位は国学院大学ということで、やっぱり安定感、並べて,てくる、揃えてくる力はあるなと感じました。 関東委員会で初日に行われました男女1万メートル決勝の結果を振り返りました。